スターリンの死を報じる新聞記事日経平均株価のスイスターリン暴落とは1953年3月5日にソビエト連邦の最高指導者ヨシフ・スターリンの死去を契機に起こった株価暴落のことスターリンショックとも言われる1952年末の時点で日本では朝鮮特需による戦後復興と株式市場のバブルに湧いていた 1953年3月1日、ソ連の指導者、ヨシフ・スターリンは、ラブレンチー、ベリア、ゲオルギー・マレンコフ、ニコライ・ブルガーニン、ニキータ・フルシチョフラ・側近と会食後、寝室で脳卒中の発作で倒れた。4日後の1953年3月5日には、帰得状態に陥り、74歳で死去した。スターリンの死は、 社会主義人営各国に大きな衝撃を与えた。日本では3月4日にスターリン渋滞のニュースが伝わり、翌5日の長官で死去が報じられた。当日の日経平均株価は、前日比37円80銭安、下落率10.00%の大幅下落となる344円41銭となった。 政治体制が異なる日本でこの下落が起こったのは、スターリンの死をきっかけに、ソ連が政策転換を行うことで平和が到来するのではないかと予想され、軍需株が大暴落したためである。朝鮮戦争の終結が早まり、当時日本経済の急速な復興を支えた、朝鮮特需が終結することが予想され、主力株や、 軍需関連株を中心に、売りが殺到したことが原因となっている。また、下落率10.00%は、当時最大であり、1987年の、ブラックマンデーまで34年間破られることは、なかった。2020年10月現在では2020年の、株価大暴落を含め戦後5番目の下落率である。 スターリン暴落の翌日、1953年3月6日には、日経平均株価は急反発、戦後8番目である6.31%の上昇率を記録し361円88銭まで値を戻した。しかし、3月5日の暴落をきっかけに、日本では株投資ブームが終わり、株価は徐々に低迷し始めた。 1953年3月30日には戦後8番目の下落率6.73%を記録し318円96銭をつけ1953年4月には295円まで株価を下げた1953年4月16日には戦後7番目の6.41%の上昇率を 記録し355円0 3銭まで値を戻したが、1953年5月21日から6月3日には12営業日連続で株価が続落した。これは当時2番目の長さで、2008年10月現在戦後3番目の長さである。この間の下落率は8.29%であった。1953年7月27日には、 朝鮮戦争の停戦が宣言されると日本経済は朝鮮特需が集結し反動による不況期に突入した。この不況期を経て日本は人務景気に突入する。ありがとうございます。